こんな簡単な言葉でも伝えるのは難しいよな。今日もまた区画外配達業務。こんな得体の知れない相手に俺は毎日手紙を届けているのか。どうしてほぼ毎日絶え間なく彼に手紙が送られ続けているのか。でも手紙が届くってことは誰かが彼のことを知っているってことじゃないのか。え？手紙が届かなくなった。こんなことは初めてだった。これまでは気にかける程度だったのに。最後の書きかけの言葉には彼の本当の気持ちが見えた気がした。八木男。